今回ご紹介しましたのは、こちらですね。この車をね、紹介してみたいと思いますけども、これは何の車かと言いますと、これはですね、ちょっと待ってですね。300円で前に納車したんですけども、まあ架空車ですね、これもね。私はこういう系のホットウィールの架空車ってあんまり好きじゃないんですけども、私はまあこの手のものでして、その手の、まあ架空車で、このようになっていますね。で、こういうふうに。なっててというか開けますと、こんな風になります。最初私は実車かとちょっと勘違いしてしまったんですが、これは実車じゃなくて、完全に架空車だと、いうことでございますね。まあ、こういう手の車というのはあんまり好きではないんですけどもね。ただまあ、架空車ですね。まあこういう感じでして、でこのトラックですね。ただこういう架空車なんだけど、ホットウィールにはね、たまにね、いいなと思うのがあるんですよ。確かにそれは春天さんとか、あの山田さんとかもそうですし、まあ風さんのところもそうなんですけど、たまに架空車の、こういうホットウィール架空車多いんですけど、たまにその中でもいいかなと思うものは確かにあるんですね。でそれがまあこういう風な車でして、まあそれもまあその手のまあ車という形でございますね。ですが、まあなかなかその手のこういう架空車の車というのも、まあ確かにたまに見るといいかなという感じですね。ただ相変わらず変徳な形してますけどね。でこういう風になってて、このトレーラーみたいなね感じで、この赤の独特なんですよ、このホットウィールの架空車ってね。エンジン抜き出しだして、こういう独特だしね。でそれがいいって人もいるんだけど、私にはちょっとっていうところも、うなずくところがあるんですが、まあなかなかの、面白いところではないかなというふうに思います。どうもありがとうございます。